新婚的小希希望自己的幸福能化作蛋糕，分享给更多的人。双喜临门，好事成双。哇，太记得，一月に三回も。本家本元の受定のワンランプリを抜いてしまっていますね。今シェフを。実はシェフじゃなくて、あなたに作ってもらいたいんです。这样的肯定让他信心大增。小希感觉自己离甜点师的梦想更近了。ここでもさ、マレのこのケーキは評判いいのよ。マレの腕がシェフに追いついたってことじゃないの？こんな簡単な世界じゃないわいね。親父の腕が衰えたんじゃないの？为了证明自己的技术没有退步，大物主厨决定要和小希进行一场师徒的对决。面对技术纯熟又严以律己的大物主厨，小希用力思索，什么才是自己的长处？决定了，他要做出从小朋友到老朋友通通都爱吃的蛋糕。不能输的大物主厨找回出发心的小希，谁会赢？真是令人期待。小希的洋果子，周一至周五晚间九点，邀您一起品尝幸福的滋味。